ビブル。やばいのぜ。え、どうしたのマリサさん。あのサイコすぎるホラゲがバージョンアップしてたのぜ。サイコすぎるホラゲって、まさか。サイコノスとかじゃないよね。正解なのぜ。へぇ、そうなんだ。マリサさん頑張ってね。いやいや、今回はリグルにやってもらうのぜ。なんで私やねん。あんな恐ろしい女の子にナイフ持って追いかけられるの嫌だって。全バージョンで私のプレイ見ただろう。どんな雰囲気かわかってる分やりやすいだろ。さっきバージョンアップしてたって言ってたよね。いろいろ進化してるんだったら前のマリサさんのプレイ参考にならないかも。いいからやろうぜ。サイコリブルなら楽勝だって。サイコちゃうって。え？タイトル画面がめっちゃ変わってる。バージョンは 2.01 なのぜ。私が以前実況したのは α1.3 だったのぜ。ついにバージョン2行ったんでしゅね。視聴者さんのコメントによると、以前のバージョンに比べてサイコちゃんの行動パターン、攻撃パターンなどが増えたとのことだぜ。それに加えて校舎のマップ構造も一新されたとのこと。え？じゃあマリサさんの実況が参考にならないの確定じゃん。てか、主人公の外見も追加されたのね。難易度選択まで追加されてる。正常とノーマルって一緒では？右のサイコちゃんの構えが違ってるな。どう？難しいモードやばくない？ガチで殺しにかかってるなこれ。しかもカミングスーンってことだから、まだ選べないみたいだな。一番下のヤンデレモードは？なんか雰囲気的に優しそうな感じ。実質イージーモードでしょうかね。現状では正常とノーマルしか選べないみたい。あ、そういやこの子、サイコちゃんって名前なの？配信ページ見てみたらサイコちゃんと明記されてたぜ。そうだったんだ。おお、説明がちゃんと日本語訳されてる。重要な注意点。何時間もここに閉じ込められています。逃げ出す必要があります。出口、ドアは現在ロックされています。見て回って、手がかりを探して、出口を開ける方法を見つけてください。ご注意ください。あなただけではありません。あなたの手には鍵が一つしか持つことができないのを覚えてください。注意してください。走ることは騒音を作り、注意を引きつける可能性があります。このゲーム、制作者は海外の人みたいだね。拙い日本語だけど、読んでみた限りでは全バージョンとやることは変わらなそう。とりあえず始めますか。スタートイントロってのが気になるな。イントロとか用意されてるんだね。見てみましょう。あ、縛られてる主人公目線。お、おはよう。え、なんて？ちょっと聞き取れない。ヤシロカに見えたあなたを見てよ。必殺すぎたいじゃないよ。わかるところはギリわかるな。でも彼はいい子にしたら彼は出てくないよ。ちょっと汚すぎてわからないかな。ここわかった。先輩、行かせてたらどうする？他の人ができたらどうする？許さない。絶対許さないだから、彼を挑発しようしようよ。彼を出て。嫌だってば。どうしたの急に。かがむの早い。感謝しないね。俺がいなくて。俺が寂しくて。話だし。あなたと遊ぶのが大好きだって。舌をベロベロ。舌をベロベロ？今すぐ殺したもん。彼はもう一歩の部屋で私を待っている。大丈夫、心配しないで。そのとこの子の名前がよ、もう違える。ここで私は待ってます。どっか行った？なんか稀に動きが上手。
超絶速くなるのなんですか。あ、主人公先輩が縄を解いた。あん、椅子ごと倒れたら音でバレるんじゃ。以前と始まる場所が違うな。まさか誰かが殺された。すごい叫び声だな。これ何？あなたは病気じゃない的な。多分サイコちゃんに切られたりした時に回復するためのやつじゃないかな。回復手段とか前はなかったよね確か。出口の鍵は金庫にあります。コードを見つけてください。金庫？これって金庫というよりロッカー。そこは訳し方とかもあるだろうな。もしくはロッカーのオブジェクトに暗証番号入力用のパッドつけて金庫ってことにしてるとか、他の場所に金庫があってそれが開くのか。ブレイカースイッチは倉庫にありますってわざわざ書き置きされてる。ブレイカースイッチ、そんなものは私がプレイした時はなかったような。うん、確かになかったと思う。鍵かかってて出られないね。どうも最初はこの部屋から出る鍵見つけて脱出しないといけないみたい。片っ端からタンスと刀とかいろいろ調べるのぜ。これって監視カメラのモニター？いろんな場所映せるみたいだけど、ほとんどは機能してないみたい。映ってる場所はこの部屋のようだな。もしかするとブレーカー入れると他の場所の監視カメラも起動するんじゃ？うわぁ、それめっちゃありえそう。あ、鍵発見。これで部屋から出られるかな。多分このゲームの最初の目的はブレーカー入れることじゃないかな。もしパスワードのヒントが全バージョンと同じように電気がついてないと視認できない仕様ならば、先にブレーカー起動しないといけないってことだぜ。そんなこと言われてもブレーカー入れる部屋ってどこなの？それがわかるまでまともに攻略できなさそうだな。それにブレーカー入れた後はおそらく残りの監視カメラも起動すると思うのぜ。え？今さっき字幕が。隠れても無駄だよって。その前の、罰しよう、消したよ。って何なのかな。頑張って日本語に訳そうとしてるのはわかるけど、罰しようくらいしかわかんないね。また罰しよう、消したよ。貯蔵室？あ、そこって倉庫のことじゃね？ブレーカーあるかもだぜ。これかな？なんて書いてます？下の何かを解け。みたいな。なんか色々押せますが。同じ色同士で合わせるってこと？あ、解けた？電池ついたな。ここから今まで通り探索していく感じかもな。意外と早く見つかってよかった。とりあえず調べられるとこ片っ端から調べよう。鍵の見逃しとかあったらまずいし、多分調べてないのこのロッカーだけかな。何もないみたいだな。そろそろ他の部屋当たりますか。サイコちゃんにさらに。ちょっといきなり現れるのやめてー。なんか通り魔されたし。前みたいにめった刺ししてこないな。なんか死ぬアイテムもあるっぽいでしゅ。緑の上履き的なもの入手したけど。さっきの字幕読み損ねたから、どういうアイテムかわからなかったな。早い早い、ひひひ、あれ？え、急になになになに。おお、よく振りほどけたな。捕まったら9位連打なのはマリサさんのプレイで学習済みでしゅ。でもなんか挙動が違ってたな。私の時は捕まれば必ず滅多刺しにされたんだが。本バージョンではされなかったよね。一体サイコちゃんは何しようとしてたの？近い、怖いって。しかも電気消されてるし、あろ？マジで滅多刺ししてこなくなったな。なんか教室から出るときにガラス片が。サイコちゃんがわざわざ窓ガラスでも割ったのかな。でも通るときにダメージは特に受けなかった。ついに目と口の位置関係楽天。サイコちゃん足早いよ。しかも3連続で切りつけられた。これ下手したら滅多刺しにされるより立ち悪いかもな。ガチで刺すスタイルからじわじわいたぶるスタイルに変わってるよ。あいつとは正反対だな。それは比較対象おかしいでしょ。あ、そうそう。さっき教室出るときにガラス片の上通ったときあっただろ。あのときにダメージ受けなかったのって、緑の上履きがあるからじゃね。そっか、なるほどね。上履きなかったら普通に踏んでるかもしれないのか。足にガラス刺さるのとか超痛そう。サイコちゃん相当いやらしい行動するようになったのな。おかげさまでもう体力半分しか残されてない。それより鍵が全然見つかんない。本当に見つかるんですかね？そのあたりは運だから何度も諦めずやるしかないのぜ。運ゲーってさ、ドツボにはまったら撮影時間だけが伸びるよ。運よく行けばすぐ終われるぜ。そう簡単に行くようなホラゲじゃないでしょこれ。ここは食堂？前より一気に学校らしくなったね。こういうところに回復アイテムとかないかな。あれ？レモンティーがファンタスティックとか書いてるけど。回復できないね。わざわざ英語でユーズと書いてあったから使えるかと思ったじゃん。
リグルよく考えてむるのぜ。考えてむる？打ち間違えました。わざとなんじゃないの？打ち間違えました。わざとじゃない。よく考えてみるのぜ。現実でもレモンティー飲んだ瞬間から一気に回復することあるか？さすがにそんなことないくらいわかりますよ。でもゲームなじゃあムアン突然前から出てこないでー。おいリグル落ち着け、しゃがんでたら走れないだろ。キーまた切られた。ビビった時に謝ってコントロールキーをしてたみたい。残り体力は30だな。正直クリアできる気がしませんが。リグル、走り続けてたら余裕で居場所バレる気がするんだよな。そんなこと言われても怖すぎて落ち着けないん。逐一後ろを確認しながら探索するように。実はもう来てたりするんぜ。マリサさんの実況の時、ロッカー入ろうとしたら後ろ立ってたじゃん。あれはマジでビビった。ってマリサさんうるさい。ごめん私もビビった。もしかしてこの死体、一番最初に悲鳴上げた人のぜ。首が切断されてたな。まさか胴体と首を開けてどこかに隠してる。かもなぁ。それにしても今回はマリサさんビビりましゅねぇ。まあその、ヤンデレは苦手だからな。そもそもこのホラゲ自体ヤンデレベルがおかしい。多分来てないと思うので廊下出ますかね。どうなんかものすげえ AI 賢くなってねえか。完全に行動読まれてる気分。あ、机に突っかえちゃった。あれまだ体力10残ってんだけど。てかキーですぎー。死んだ？へ？あなたは、死んでいる。汚さのせいでここ笑ってしまいそうになるんだけど。なるほど、体力10残ってるけど死亡確定の致命傷を負ったから、あなたは死んでいる。と。そう考えたら間違ってはいないか。サイコちゃんが来る前にブレーカーを起動しましゅ。そしたらすぐに周りのロッカーと刀を調べましゅ。ここは早くしないと来てしまうよな多分。ブレーカー起動したら息バレちゃうよね普通は。ここで鍵見つかれば楽かもしれないのに。なかったでしゅ。あれし。やっぱ先に逃げた方がいいのぜこれは。え、なんかサイコちゃん頭抱えて。ごめんねとか言ってるんだけど。なんなのかなぁ。サイコちゃん二重人格？ナイフ刺しといて頭抱えて謝るの意味不明だよ。あいつ何するかわかんねえなこや。そのまま滅多刺しかと思いきや一度刺しただけで解放することもあるのか。うわぁ、電気消されたよ。今真後ろにいるよ。あれ？え？いつの間に捕まったの？近づくのマジ早いな。こっちは鍵探しで忙しいんですから邪魔しないで。先に逃げた方がよくね。一度追い詰められたら逃げても変わんない気がしてきた。この教室には何もない。そして切られました。痛いっつうの。君の血大好きとか言わないで。え、急に先輩が叫んだけど。リグル、今さっきガラス片踏んだな。ちょサイコちゃんも早いんだって。体力もすでに30くらいしか残ってない。っていうか徐々に減ってる。24まで減ったな。ガラス片踏むとしばらく流血するんじゃないか。じゃあ最初に緑の上履き見つけないと攻略が難しいってこと。そういうことだろうな。教室内にいる時に居場所がバレたら、出入り口の窓ガラス割ってくるみたいだぜ。逃げられないんだけど。ついに口が髪の毛に若干隠れる位置まで。こんだけダイナミックに刺しておいて大丈夫かはないよ。やり直しやり直し。これクリアできるのかな。ブレーカー起動したら次に緑の上履きを探しましゅ。ガラス片対策必須のようでしゅ。上履き見つからない中、鍵を先にゲット。残念ながらさっきカットした部分で刺されましたのぜ。サイコちゃん来ちゃったよ。初めて鍵発見したのにこの体力じゃ先が思いやられますねー。早く出ないとガラス割られるんじゃね？今上履き履いてないだろ。そうだった。どうしてわざわざ電気消すんですか？そういう嫌がらせはやめてほしいのでしゅ。いやなんで捕まるのー。あ、連打間に合わなかった。これはどうなるんだ？新しいイベント。え、ここはどこの教室？別の教室に連れてこられたのか、その場で気絶させられたのか。なんか机に鍵が置かれてました。もしかしてこれ、教室に閉じ込められたとかじゃね？ああ、あの子ならやりかねないか。ちょっと出入り口調べてみよう。開きませんね。やっぱ閉じ込められてるよ。さっき机に置いてた鍵、床に落としてきただろ。それ使えば出られるんじゃね？なるほど、そういうことかもですね。いや、ちょっと周り探索してからにしますね。何もなかったのでこの鍵を試してみます。開けた瞬間出てくるとかやめてね。待ち構えてそうだよな。開けたらすぐにさっきの鍵を取りに戻ります。あん？椅子とか邪魔。今さっき窓から覗いてたって。電気消さないでよ。嫌でしゅよ。鍵渡したら返してくれないんでしょ。鍵を要求してくるパターンも追加か。は？ひえ？急に切れた。ああ、ガラス割られたよー。ピン！
そして足の裏痛い痛い。これもうやり直した方がええかもな。マリサさんが実況した時よりめっちゃ難易度跳ね上がってるよね。残り体力12。もう無理でしょこれ。走るスピードも落ちてるし。ちょっと難しすぎたかな。せめて最初の数字だけでも見つけさせてください。ああ、なんでここで捕まるの。振りほどくの早。そう簡単に連れていかれないもんね。リグル、数字が書いてるか確認だぜ。最後の数字が1でしゅね。電気が消えてると一切見えなくなると、やっぱ基本的にやることは前と変わらないようだぜ。ひたすら追い詰め方がえげつなくなってましゅ。あ、もう罪。上履き履いてないのでどっちみち死亡でしゅ。これこれ、この殺され方だぜ私が知ってるのは。相変わらず鬼畜でしゅ。タワハ。リグル学習しろのぜ。ブレーカー起動したらすぐに部屋から出ろ。てか何ぼーっと突っ立ってるんだぜ。ごめん一瞬やり直そうか迷ってた。あ、早速上履き発見。これはいい感じかも。上履きさえあれば、あとは出会い頭の通り魔や、突然の捕獲に気をつければいけるかもな。捕まりさえしなければ走って移動しても問題ないかも。え、それはちょっと無理がないか？サイコちゃんってさ、こっちが見てないとき、めっちゃ足速くなってる気がするんだよね。だけどわざと見つめると足遅くなったり、壁に隠れたりするじゃん。ならば、適度に後ろ振り向きつつ走りながら探索すれば案外。ほうほう、考えたなリグル。この作戦がうまくいくのなら、一番効率のいい探索方法じゃないかな。案外こそこそ行動するより、その方がサクッといける可能性があるな。一つ目の鍵発見だよ。どこの教室かな？ D2 教室だね。今は何棟にいるんだっけ？すまんよく見てなかった。教室出た時に確認しましょか。出た瞬間いる可能性に気をつけて。ひどく。完全に死角にいたなさっき。今何棟にいるか調べたかったのにそりゃないよ。2階が C 棟ってことは、D 棟はその下でね。さっきサイコちゃんが待ち構えてた廊下か。痛いよ、痛いって。ウィスパーボイス怖いよ。リグル、定期的に後ろ振り返るんじゃなかったか？わかってるけど怖すぎて意外とおろそかになっちゃうんだよ。てかこの段階で70まで削られてるし、諦めようかな。もう諦めるのかもったいねえ。一つ目の数字分かってない段階でダメージ食らったら致命的だと思うんだけど。最初の数字は1。あと2つ数字確認して総当たりという作戦もあるのぜ。マリサさんが前やってたやつだね。うまくいけばいいけどね。サイコちゃん教室に入ってこない？行動パターンが複雑化してるよな。そのまま入ってくるときと来ないときがあるのぜ。はい、いました、わかってたんですからね。実はサイコちゃん、人が操作してるんじゃないかってくらい早いな。これオンラインゲーム化すれば結構流行りそうかもね。脱出する側複数人とサイコちゃん側で分かれて、みたいな。オンライン実装されたらされたでカオスになりそうだな。あれ？急に走れなくなったんだけど。体力は40か。走れない体力ではないはずだけどな。え？急に捕まった。どうして後ろにいるの？今一瞬目玉が映らなかったか。サイコちゃんの目玉が確かに拡大されましたね。おお、二つ目の鍵ゲット。残り40の中最後まで逃げ切れるかな。B3 教室だから今いる廊下沿いにあるね。ここを左に曲がればいいけどサイコちゃんが。あ、まずい走ってきてる。近くまで迫ってきた時は歩いてきてたよ名前は。よりプレイヤーを焦らすよう調整されてますね。回り込み。よしよし、このまま二つ目の番号見るよ。あ、違うここじゃない。こっちこっち。番号。電気消さないでって。消した後襲ってこないあたりいやらしいな。消した直後に襲われることもありまっしゅ。最後の数字は0のようですね。1000。あと一つ分かれば総当たりでいきます。まあそれが一番現実的だな。まだ来ないでねー。おお、普通にここ鍵あるじゃん。これはワンチャンあるぜ。気をつけていくのぜ。突っ切ります。まだまだ希望はありまっしゅ。A2 教室なので場所はここでっしゅ。サイコちゃん来ないでねお願い。では3つ目の数字拝見。もう来たの。早すぎなんだって。急いで番号見るのぜ。その前に4つ目の鍵もあるかどうか確かめる。もしあったら落ち着いて4つ目の番号も確認していこうかな。1400でしゅね。最後にこの棚取ろっか。へ？何？なんじゃこらー。やはり頭と胴体が切り離されて隠されてたか。しかもこの頭、固め潰されてない。思いっきり右目強打された痕跡があるよ。サイコちゃんマジ悪魔。さあこの教室には鍵はなかった。番号は3つ判明している。ここからどうしますかな？サイコちゃんに追い詰められました。ここはうまく振り切ってパスワード総当たり作戦行きましょうか。どうやって奴をおびき寄せる？ドア閉めたら来た。
慎重におびき出して、もぐろんぼよぼせやんばばばばばにょる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 。うっばあ。今日もったいねえ。せっかくここまで来たのに。何度でも遊べるどん。うるせえ。7100ですね。なんと脳ダメで2つ目の番号確認まで到達。何気にここまで一度も見つかってないんだよね。珍しく遭遇しないよな。でも気をつけるのぜ。上履きを見つけてないからな。そうなんでしゅよ、上履きが見つからないんでしゅよ。後半戦に備えて見つけて。バカ、なんで教室内へ逃げ込むのぜ。ガラス割られる前に出まっしゅ。あ、もう、せっかく脳ダメだったのに。超ビビったわ。教室から出るときは奴がいないかどうか確認した方がいいな。確認しようと思っててもうっかり忘れちゃうんだよね。まずい、見つかったよ。一度見つかったら逃げても逃げても来るよ。それは単にリブルが走りまくってるからじゃね。まあそれもあると思いますし。なんかトントン聞こえる。へえ。そんな行動も取るんだあの子。完全に奴は楽しんでますな。こっちは必死に逃げてるのに怖いわ。あ、三つ目の鍵発見。A さん教室ってここらこら捕獲しないでー。もたもた歩きすぎなのぜ。急ぎましゅ。この廊下の一番奥側の教室だね。お願いですから超高速で走ってこないでねー。お、サイコちゃん来てないっぽいぜ。今のうちに番号確かめます。絶対来るな絶対来るな絶対来るな。7180ですね。体力に余裕ありまくりだな。最後の番号確認するか、そのまま総当たりに行くかご自由に。悩みどころですね。総当たり中に後ろ取られる可能性が一番怖い。念のために最後の鍵も探すことにしました。より確実にパスワード入れられるようにしたい。ちゃんと最後まで調べる道を選んだか。もし途中でダメージ食らったら急遽総当たりにしましゅ。デカブレーカー落とされたんだけど。それやられたら鍵見つけても番号視認できないな。今は多分サイコちゃんは倉庫にいると思うので、その間に教室探索してみましゅ。来ましたよマリサさん。最後の鍵。C さん教室ですね。とりあえずブレーカー上げた後に向かいましょう。この調子だと案外クリアまで行きそうだな。よしよし、つけたら即 C さん。このタイミングで来るとはある意味持ってるなリブル。一気に40まで削られたよー。めっちゃいいところだったのにひどい。どうする、最後の番号確かめるか。せっかくなので確かめに行きましゅ。総当たり中に後ろ取られたらもう生き残れないよ。それもそうだな。この上に行けばすぐに C さんだよ。お願いだからサイコちゃんついてこないでねー。ハラハラドキドキの展開である。よし、行くよ。7184でしゅね。あとは捕まりさえしなければ大丈夫。暗証番号打ちに行きますよ。よしよし、まだ奴は来てない。急ぐのぜ。これが出口の鍵。さよねよりリードたくわであるかみてめたまぐにこらたりほじ。そこでやられるのカリブル。マジもったいねえ。振り向いた瞬間来られたら反応できないって。くそ？もう少しだったのに。諦めず次だ次。ぬわーん。くそくそくそ。今度こそ生き残って。痛い痛いって。ブレーカー起動する段階で切られててくさ。くさ生やしてないで一度やってみたら？いやそれは勘弁。最初の数字は2。まだ70あるから大丈夫大丈夫。あ？結構ダイナミックに飛んでくるのな。新種のゆっくりか？あれはゆっくりじゃないでしゅ。生首でしゅ。あ、もう、来ないでよ。リブル、上履き。まだ生えてなかったでしゅね。ガラス割られたので厳しいでしゅね。これはマジで地獄だな。やり直した方がいいかも。え？突き落とされた？まだ見ぬ行動パターンがあったとはな。ダメージは食らってないみたいだけど。なんと移動速度が12秒遅くなるらしいな。全然走れなくなった。無理だって、逃げらんないよ。もうやだ。これじゃあクリアできる気がしない。何言ってるのゼリブル。暗証番号解除まで行けたんだからワンチャンあるはず。え、これ見たことないよね。どんだけサイコちゃんの行動パターンあるんだぜ。なんか引きずられてどこかの教室に入れられました。捕まってもムービー挟まない場合と、今回のように挟む場合があるんだね。あ、そういうことか。なんです？最初捕まった時、教室内だっただろ？でも今回は廊下で捕まったよな。そうだね。まさか教室内で捕まるか廊下で捕まるかでムービーの有無が決まると？そうじゃないかなと思ったのぜ。教室の外で高みの見物のサイコちゃんでしゅ。鍵を見つけて外に出てくるまで待ってるんだね。そこまでして先輩をいたぶりたいんですか？じわりじわりと削ってきますぜ。ちょっと罪感半端ないのでリトライしまっしゅ。あらら諦めた。数字一つしかわかってないのに体力20とか無理でー。〇〇30ですね。通りすがりに切られちゃったけど、上履き見つけたのでまだいける。8030。
いい感じだな。コンスタントにその調子を維持できれば楽勝なんだがな。それが維持できないもんなんですよ皆さん。はい、しばらく逃げ回ってようやく8430。体力は90を維持ですよ。ここから総当たりするか残り一つを調べるか悩むな。暗証番号分かった上で入力しててもすぐに来たじゃないつ。もし入力中に速攻来るようなら、やはり総当たりはやめた方が。ほんと迷いますね。ここまで来たらさっさと出口の鍵取って出ていきたい。廊下にはいないようですね。安全確認は大切。なんでいるんですか貴様は。それはさすがに予想できなかったぜ。マジサイコちゃん鬼悪魔。体力50で総当たりは怖いので最後の一つも調べる。ミュアン死体なんでしょ分かってますよ。死体が飛び出す演出にもそこそこ慣れたようだな。別に慣れたわけじゃなくて、若干イライラしてるっつーか。慌てるのは良くないぜ。いやだいやだここで死にたくない。危ないなリグル。もうワンミスも許されない。なんでうまくいきそうな時に限ってこうなるのよー。こうなったら最終手段。総当たりでしゅ。ダメージ食らっててもさっきの薬みたいなの使えないんだな。せめて回復できれば助かるのに。よ？まさかの一発。これはワンチャンあるぜ。ここで一回で決めるとはさすがリグルだぜ。お願いコナ。やばいやばい来たよあいつ。こっちは重傷で走るスピード遅いんだよ。ガラスなんか割られてもう暴きあるから平気だもんね。急げ急げ。まだ間に合う余地はあるはず。あ。おや？なんかちょっといつもと違うような。一体どこへ連れて行かれるんでしょうか。あなたは捕まった。だってさ。うわ？もう少しだったのに縛られてる。なぜ私を待っていなかったのですか。あなたが怖いからでしゅ。悔しいです。あろ？うわ、これはやべえな。私はあなたにも素直に言いました。あ、バッドエンディングだって。一応エンディングだったんだな。思いっきり首かっ切られましたな。これ、もしかして最後は必ず捕まるんじゃないの？いやいや、脱出エンドもあるだろさすがに。リグル、攻略続行だぜ。ヌアンきついよ。最後の最後で足が遅いと多分無理なのぜ。なんとか体力を維持したまま出口の鍵を取ればいけるはずだぜ。まだまだ終われないみたいでしゅ。そういやバッドエンドでさ、サイコちゃんが待ってるようにって言ってたよな。うん？もし奴に切られた時に逃げなかったらどうなるか試してみようぜ。逃げなくても同じじゃないの？まあまあ試そうぜ一度くらい。あろ？いきなり起こしてくるの禁止。あ、謝ってるね。このポーズはやばい。受け取ったら体力回復した。なるほど、謝ってる時に逃げなければ回復させてもらえるのか。もしかしてそれをうまく利用すれば案外。楽に攻略できるかもだぜ。また走れなくなってるんですけど。もしかしてサイコちゃんに何かされてるんじゃね？どこかへ連れて行かれる。まさかさっきの薬飲んだから走れなくなったとか？え、そんな罠あったりするんですか？いや、ただの憶測だが。そういやこの前も一度急に走れなくなって、そしたら急に捕まったじゃない。まさかあの子が物理的に走れなくしてるって可能性は？それもあるかもな。走れなくなった時に月明かりに照らされてるところに行けば、影で何かわかるかもな。機会があればそうしてみましょう。あ、やっぱりそうだ。走れなくなってる時はサイコちゃんに捕まってる。後ろからナイフ突き立てられてるように見えるな。そりゃあ走れないわな。マジ行動パターン豊富すぎません。この後気絶させられるんですよね。あや？その鍵をください。鍵を要求されたので逃げます。なぜか近くの電気スイッチを消すために離れてくれたな。逃げると激おこになって追いかけてくると。どうも危害を加えてこない時と切れてる時の2パターンあるっぽいな。なるべく怒らせないような行動を取りながら暗証番号を調べていかないといけないのかも。サイコちゃんが見ていない間に鍵を入手してさっさと行動。おそらくこれが最も安全かもな。三つ分かったので総当たりだよ。体力は残り40か。めった刺しされるとほぼ生き残れないな。早く答えにたどり着いて。よしよし、今度こそ逃げるよ。彼女はまだ来てない。あん？全然回り道しよ。リグル、もう一度。バババババハハヌベジョンヌボベジョボロテジボヨヌベジョンヌボベジョボロテジボヨベリムレス。正気を保つのぜリグル。というわけでまたまたやり直してましゅよ。早速ダメージ負ったけど、謝り出したので遠慮なくもらいましゅ。こんにちは先輩。こんにちは先輩と言われると後ろからナイフ突き立てられてる状態になりましゅ。こうなるとしばらく走れません。電気スイッチなどに気を取られて離れてくれればいいんですが、そうじゃない場合、いつか必ず締め落とそうとしてきます。締め落とされそうになったらひたすら9位以降5連打で抜けるのぜ。ただし抜け出した後はしばらくブチギレモードになるので注意だぜ。
教室から離れる際に電気消してくれれば走って逃げられましゅ。よしよし。このパターンだと多分切れては来ないみたいだな。そうこうしてたら番号全部わかったので、素早く入力して逃げます。意外とやるじゃないかリグル。ここで捕まったらまた終わりですよ。やばい右側にいたよね。ここは振り向かずに走って玄関まで逃げろ。この階段から降りていきますね。やばい見つけたとか言われた。お願いだから間に合えー。ゴールは近いぜ。果たして間に合うか。よっしゃ、どんなもんですか。ついに最新版で脱出成功だな。必ずできると信じてたぜ。グッドエンディング到達でしゅ。以上でサイコノストかバージョン 2.01 は終わりだよ。サイコちゃんの行動パターン知らずにプレイすると結構な死にゲーだったぜ。これ、難しいモード実装されたらどうなるんでしょうかね。正常モードですら結構難しかったからな。ハードだとマジで手に負えないレベルになるんじゃないか。どういう難易度の上げ方してくるかによるよね。例えば上履きなしにされたりとか、回復アイテム渡してくれなくなったりとか、単純にダメージ量増やしてくる可能性もあるかな。とりあえずこれ以上はもうやりたくないでしゅ。マジで心臓縮み上がる瞬間ばかりだったわ。私も何度かマジでビビったのぜ。しかしそれでも今回の実況では一度も気絶しなかったな。そういやしてないね。さすが耐性つきまくりだな、G みたいに。勝ち振りじゃないんですけど。すまん冗談だぜ。とりあえず今回はこれでお開きにしますぜ。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ポン。廊下にある黒い血のようなものが溜まった手洗い場だが、ここは線を抜くことができるぜ。線を抜くとこのように鍵が手に入るのぜ。この鍵を使って2階にある保健室を開けることができるぜ。保健室の中はこんな感じだぜ。で、中をいろいろ探ってみると一つだけ赤いファーストエイドキットがあるのぜ。こいつを入手すると体力が25回復するので、攻略できない方はぜひ参考に。ちなみにこの瓶みたいなアイテムの使い道はわからなかったのぜ。病気の時に使えるっぽいんだが、まだ病気システム自体実装されてないのかな？あと、正常とノーマルではノーマルの方が簡単だったぜ。切られた時のダメージが半分になってたのぜ。とりあえずおまけは以上なんだぜ。